出産する方にしたらどういう補助をしてくれてるとかどういったあの手当をねしてくれてるっていうのも考えてちゃんと出産の計画に入るわけですから、うん、そ,うそういうのは兵庫県って選びやすいんじゃないですかね住みやすいとか居心地がいいとかって言ってましたけど、うん、で子どもの教育とかそういうことも教育っていうかそういう例えば習い事とかもすごい充実してますし。 何不便ない。食べ物よくない。食べ物もいいね。あ、そう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 ,そう,そう。僕、うん、僕はどっちか言ったら、そっちを、こう、子供に。縦にも長いじゃないですか。で、隣接している県も多いから。こう、食材には困んないですよね。うん。で、高くないから。地元なんで。そう考えると。 まあやっぱりそれもねあの父親からの食べることの大切さを教えてもらったからこそそうやってこ,うこれを食べてあれを食べてこの時期はこれでとかっていうことを子どもに食育できるっていうのは,兵庫県は僕すすごくいいいなと思いますね鉄板焼きにしようかっていったらいや結局じゃあ淡路の玉ねぎまだ冷蔵庫にあるしそれ焼いてあの地元の商店街においしい鳥屋さんがあるからそこの地元の鳥を で朝引きの鳥を販売してくれてる鳥屋さんあるからそこの鳥焼いたらもうそれだけで豪華でだからホットプレート1個出す,出すだけでねだからそういうご飯が非常に多いんですよね結果的に。